はい、こんにちは。2019年5月26日夜10時でございます。明日から私ね、台湾、コンピューテックス台北に行ってまいります。大好評、謎の需要のあるね、パッキング動画やっぱ見たいというコメントがあったんでやります。でね、ドレスね、心配しすぎ。お前が普段着てるやつドレスじゃないぞって。持ってるから、ちゃんとそういうのね、持ってるからね、持ってるんですよ。実は仕事、お仕事用は持ってます。じゃ、でもこれ持ってかないんですけど、はい持ってかない。人にはアイデンティティっていうものがあるんです。ではちょっとパッキング行きましょうね。いや、でもこのまま行きますよ。 iPhone 系 YouTuber はこのまま行っちゃいますからね。これをこうするとも、ほら、この三脚入れるよ。はい。これが iPhone 系 YouTuber、無編集。全部終わってます。ただ、今回はね、ガチなんすよ、マジで。荷物多いんすよ。私、1週間でも、2週間でも、3週間でも、3日でも、荷物の量基本変わんないよね。で、前回とか毎回言ってますけど、使わないものは持ってかない。だけど、短い場合、使わないもの出てくると思うんだけど、それは取らないんですよ。めちゃくさいから。で、終わってます。終わってるけど、荷物が多い理由がある。そこがアイデンティティ。いきますよ。いつもの一丁羅。これが私のね、一丁羅なんだから。これでいいの、これでいいの、一丁羅。で、その上にね、着る、あ、違う。その上じゃないや。人にはアイデンティティがあります。ここで喋りますね。私のアイデンティティって何ですか？ストール。このストール、白いやつ持ってきますけど、このストールと、あとこの黒髪ロングストレートヘア。これが私なんですよ。何を着てるかっていうと、中よりストールなんですよ。これがアイデンティティ。ここを失わなければ、これいいんですよ。では、このストール持ってきますよね。で、今回荷物が多い理由、このキャミソール。ドライヤー。アイデンティティを維持するために、マイドライヤーを持っていくんです。さらに、固定、ストレート固定。ね、アイデンティティを維持するために、これを持っていくんですよ。だからちょっと荷物が、こんなにでっかいんだから増えてるんですよ。ただ、そこさえ大事にしないと私はダメだと思ってるのね。そこはしっかりしなきゃいけないと思っているんで、これは持っていきます。で、いつも通りこれ下着。で、ね、こっちでも私ドレスだと思ってますからね。アクシーズファム。ね、これいつも持ってってるやつ。ね、で、現地用の、袋さんバッグ。で、これ、シャンプーとリンス。ここもアイデンティティを保つために、ね、家で使ってるやつ。普段私は、お湯でかけて、湯シャン派なんですけど、まあ、一週間に一回とかやるんですよ。これ毎日やりますから、現地では。このアイデンティティ、これのために増えてんです。そしてさらに、化粧品。なんとびっくり。まあ、化粧品って言ったって、アイメイクと口紅しかしません。んで、これブラジャー。これシャツ。靴下。iPad。で、パソコン今回持ってきません。で、いつものやつ。で、iPhone のこれとは、もうこれ緊急用。使いません、基本的には。なくなったりっていう時の緊急用。あと、湿布とか、あとブラシ。これもアイデンティティを保つためです。で、薬とかいろいろ。で、タオルとか、あとなんか、その辺転がってた乳麺。ちょっと今回はほんとスケジュールきついんで、体力、時間と体力を温存するために、ホテル着いたら即これ食べて、一気に配信つけるとかっていう感じでいこうかなと思っております。めっちゃ失敗してるけど。それで、シドニーの街歩きで買った、ね、このモバイルバッテリー持っていこうかなと。思っております。で、圧力靴下。ね。これ絶対必須。私、足むくんで腫れ上がってくるんで、これで抑え込みます。で、あとはこう、除菌ウェットティッシュとか、ティッシュとか、あとこれパスポートね。で、これも湿布。で、これ前回話した、脇のところに、貼るテープ。これがあれば、同じワンピースを1週間ぐらい着れます。ただ、台湾今30度超えてるんで、多分ね、それ調べてないけど、多分これで、だから、ちょっと厳しいけど、まあ基本的に人間って脇しか汗かかない。失礼。私はそうなんです。で、頭、これもそう。
で、シュッシュね。で、ジップロック。これは大事ですから入れといてください。で、これ絶対ね、我々、ガジェット人間、テクノロジー人間にとっては、これないと、死を意味しますからね。USB と電源タップ。で、これ前回、そのままシドニー、ね、だって2週間ぐらい前ですからね、シドニー行ったの。ね、そのままくっついてますけど、いろいろできるタップ。で、タオル、これ私、これも、これはちょっと安心感、私、タオル、自分のタオルになってちょっと安心感もあるんだけど、これも髪の毛をやる上でのアイデンティティなんですよ。で、いつもね、湯沸かし。ま、でも今回ホテルがすごいいいとこなんで、いらないんだけど、ついてるからいらないんだけど、もう湿布が、USB ハブとか、で、パジャマ1着、これ、ね。あとは、これなんだ、ユンケルとか、以上、では、行くよ、今5分55秒、じゃあ6分スタートで、RTA 行きましょうか。はい、今、おい、私のね、ね、みんなね、パッキングにね、なんかいろいろさ、アイテムとか使ったりさ、時間かけたりしてるけどね、そういうんじゃないんだよ、人生っていうのは。そういうんじゃないんだよ、もうね。そこはね、自分の性格がね、そういうんだったらいいですけど、私みたいな性格の人間は、もうそういうんじゃないんですよ。もうね、あとは帰りもこうやって詰められるんで、早いんですよ、私。めっちゃ早い。で、このアクシズファーム、これはね、ナイロンみたいな感じだから、ぐちゃぐちゃってやっても、シワになんない。大丈夫。で、これも一緒。このキャミソールもそう。で、下着入れて、で、落ちまった。そうだ、今回はドライヤーがあるんだね。ドライヤーを入れて、コテ入れて、で、ブラシ入れて、よいしょ。で、こっからですね、大事なのは、これ、カーディガン、1枚。で、こっから大事だよ。これは、アイデンティティなので、シワにならないように入れます。で、iPad。で、これね、これもアイデンティティなので、私でも畳むのができない人間なんで、こうなんですけど。で、入れ忘れはないね。じゃあ、これで、閉まります。はい。閉まります。よいしょ。はみ出てないのを確認して、コード出とるやろ。確認してないじゃんって。で、これで、終わり。はい、終了。これでもあと行くだけ。明日朝、ここで出発。2分50秒。私は3分以内に終えられる人間です。はい。多分ね、シドニーの名残とか入ってっけどね。もうそんなもんどうでもいい。もう、忙しい。時間がないもんそうだけど、精神力すり減らしたくないから、もういいよ今回はと思って。シドニーのなんか、いろいろ前回のチケットとか入ってるかもしれないけど、それそのまんまです。私は3分で終わる。これでいい。人生これ。これ、もうね、海外何回も行ったやつは、わかるって思ってんじゃないの？違う？これって性格なのかな？結局のところ性格でこうなんのかな？わかんないんだけど、まあ荷物多いですよね、いつもよりね。隙間がない感じ。あとはいつものリュックサック。ね、パチリスイで。あそこにパチリスと iPhone。もう2台。iPhone X と XS を持っていきます。で、iPad もいつものように、1世代前のプロですね。だからライトニング端子で統一したいっていうだけですね。もうね、息切れちゃってる。あとあれだ、オンラインチェックインしないとダメだな。これから私鼻息吸って風呂入って寝るんで、その時にやりましょう。だからもうこれで終わり。もう全部、もう忘れ物はない。あ、歯ブラシ入れてないわ。でも歯ブラシは朝入れるから大丈夫ですね。だから服は2着と、あと着ていくものがあるんで、3着今回2泊3日全日で、まあフルで3日なんで、3着いらないんだけれども、もう、だけれども、3着なんです、私は。毎回だいたい、この1丁だとアクシズファーム入れていくんですよ。もうそれは多いんで、最近はね。で、着ていくやつがあるんで。まあそんな感じですね。これで全部終わり。忘れ物ないよね。
だって絶対忘れちゃいけないものって iPhone だけだからね、基本的に。パスポートと、つうかパスポートこの中入れちゃダメじゃん。それダメだよ、それダメだよ。もう出しとこう。はいね、多分ねシドニーのやつ入ってそうだけど、まあいいですね。というわけで、見たいって来なければやるつもりなかったんですけど、だってやったばっかりじゃん、これ 2,3 週間前やったばっかりだからいいかなと思ったんですけど、あとはその三脚とかゴリラポットね、あのこれはあのパチリスイレの方にリュックサックの方に入るので、リュックサックの方にはお薬と、パチリスと、機内用のヘッドホンと、バッテリーと、三脚ぐらいが入っていく感じです。だもうほぼこれです。もうあっという間でした、あっという間、待っていました。はい。というわけで、恒例パッキング動画楽しんでいただけましたでしょうか。あの、3分以上かけちゃダメです。パッキングは3分以内に一回荷物全部出して、まあ用意するの時間があるかもしれないけど、そこでね、ドライヤー外したりとかっていうのに、だいたい30分とか全部でかかっちゃうかもしれないけど、用意した後詰めるのに3分以上かかったら現地で死にます。帰り死にます。ということで、見ていただいてありがとうございます。バイバイ。よいしょ、届か。